香港カンフー武術学院の総教練真鍋学さんと申します。今回はですね、英春拳の練習過程においてどんな感じでこう向上していって発展していくのかという動画をご覧いただきます。まずはですね、新潟プレシブの練習生の動画、これは背音小さをしております。まずですね、当学院では段小さを背音小さを徹底的にやり込むというような方式になっておりますが、まずですね、この背音小さを、結局ね、他他の人が見たらなんか腕をくる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 回しておるというような感じに、思われるものなんですが、実はですね違いましてですね、こっから始まるわけです。しっかりこれを安定させて、それからまたそれからの変化というような感じに発展していくわけでございますが、まず胃の一番にこれができなければならないということでございます。まずはですね、新潟プロシーの初心者の背音小さの様子をご覧いただきます。ね、そっち一緒ちゃうよ、下が間違ってる。あ、それやったら一緒や。これ上すぎ、これ出してフォクサーを打つとき、そんなね、乗せるだけ、ペタッと乗せるだけで、はい、ぐっと折り曲げたりする必要ない。ペタッと乗るだけで。はい、次はですね、愛知支部で行われましたセオンチーさんからの変化でございますね。こちらの動画を見ていただきます。まずセオンチーさんが安定してきましたら、その中からセオンチーさんをしている中から技を掛け合うというような練習になるわけでございます。もちろん隙があればどんな攻撃だってしてよろしいし、真ん中が空いていればそのまま攻撃してもよろしいというようなルールの中で行います。その中で真ん中を守り合って、真ん中が攻撃できないような状態の中で洞窟してどういうふうに攻めていくか、また攻めてきたらどうやって守るかということを、習得するのでございます。ここに至ってやや実戦に近づいたなっていう感じになってまいります。ここに至るまでにちょっと時間がかかるのでございます。逆に言うとですね、このところまで行きましたら英春拳の妙味、非常に楽しくなってくると思います。相手が攻めてきたやつを防御できるようになってきますからね、攻防というのができるようになるわけでございます。
演春拳は非常に楽しい武術になるはずなんですが、ここまでの間にこう心が折れる方が多い。だから私は言うんですよ、演春拳にはね、才能はいらん、根気だけがいる。根気さえあればね、誰でもできるし、難しいもんでも何でもないんです。そんな感じでね、演春拳を習得目指していただきたいと思います。はい、ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願い申し上げます。